月商で先月だと115万、売上ゼロ、商品なしから商品作って月商115万円。本当ありがたいことに御社様も全員がお申し込みいただいて。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今回はですね、ヨガインストラクターでインスタ集客で LINE130 名集客し月商115万円達成した秘訣っていうところをですね、さやかさんにね聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、今の業種を教えていただけますでしょうか。私は今ヨガインストラクターを行っております。販売されている商品っていうのはどういった内容になりますでしょうか。ヨガと瞑想を全てセットにした講座をお客様にお届けしています。そもそもなんですけど、うちの学科に入学いただいたきっかけとか聞いていきたいんですけども、こういうね、はい、SNS とかマーケティングのスクールってものすごい多い中で、うちを選んでいただいた決め手っていうのは何だったんでしょうか。北野さんの動画に出会って、北野さんがはっきりと的確に話していただくところにスッと吸い込まれていって、この方がおっしゃることだったら実践ができそうって、自分の未来がちゃんと明確にありそうっていうのが、僕北野さんから感じたっていうところが一番大きかったです。よく他のスクールと比較してっていうよりは、もう本当にもうここしかないっていう形で入学いただけたっていう。そうですね、北野さんと2名ぐらいは見ていたんですけれども、うんうん、その中で一番雰囲気が北野さんに惚れ込んだっていうところもあるんですけれども、ね、入学後の成果のところもね、ちょっと教えていただきたいと思うんですけど、まず売上面でいうとどんな感じでしょうか。私は子供2人を育てていて、在宅をしながら販売をしていきたいって思って、はい、それでもうすぐ行動に出たので、入学前は売上は何にもなかったんですよ。入学前商品もなかった状況から、はい、入学いただいてから、まあ、コンセプトを作り、講座を作り、はい、月商で先月だと115万、売上ゼロ、商品なしから商品作って月商115万円っていうね。ちなみに今インスタのフォロワーって何人ぐらいいらっしゃいますか。5700人ぐらいで、LINE、アットは今何人ぐらい集まってますでしょうか。130人。さやかさんが、まあ、インスタ集客から実際にどういう風な LINE 集客をしてとか、インスタグラムでフォロワー集めるための秘策だったりとか、セミナーで売っているのか個別相談に誘導しているのかところもね、くまなくこれから聞いていきますので、ぜひ最後まで見てほしいんですけども、ちなみにこの5700フォロワーって約何ヶ月ぐらいで集められた感じでしょうか。この4ヶ月ぐらいで。やっぱり1ヶ月ぐらいだいたい800から1000ぐらいで、4ヶ月間でこれぐらい集められている、はい、今早速さやかさんのインスタね共有させていただいてるんですけども、まあ、フォロワー数でいうと、まあ、5727人というところで、あなたの才能を開花させる瞑想ヨガ講師っていう形で、弊社学科で一緒にコンセプトをねこちらを練らせていただいて、たった1回心と体を目覚めさせる魔法の運動ヨガメソッド、 LINE 登録プレゼントが想像力、発想力、思考力が高まり、未来がすべて思い通りにいく新しいヨガの講座動画を特別プレゼントっていう形のコンセプトでねされていて、実際にね投稿の統一感もすごい綺麗な形でね、こういう風にされていらっしゃると思うんですけども、さやかさんがインスタ運用でこういうとこより気をつけているよっていうのがあれば、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけども、はい、私がインスタグラムで心がけていることが3つあって、そのうちの1つ目は統一感に気をつけています。こういった投稿とかのね色合いとかもすごい丁寧に綺麗に統一されていらっしゃいますけども、このデザインとかってどんなアプリ使われていらっしゃるんですか。はい、全部北野さんに教えていただいたキャンバーのアプリを私は全然使ったことなかったんですけど、とにかく言われたことやってみようっていう感じで、うんうん、やってみて、それでいろいろ試行錯誤とか。このキャンバーとかのデザインって作り出すと1枚30分とか1時間ぐらいかかるんじゃないかとか、いやデザイナーじゃないとこんなおしゃれなデザイン作れないんじゃないのって思う人もいると思うんですけど、そのあたりはどうでしたか。はい、私と一緒に仕事をしている子がいて、その子がすごくデザインが豊富なのを知っていて、キャンバーを使いながらこういうデザインいいんじゃないのって一緒に話しながらやったりとか。初心者でも割といける。もうすごい使いやすいです。勝手に色の選別とかもしてくれたりとかするので、うんうん、おすすめの色はこれですよとか、統一感が出たり、うん、デザインを統一させながらも、そして内容のテーマも統一をさせていると。普通のヨガの人たちがなかなか発信してないんじゃないだろうかっていうところをコンセプトにした、うん、才能開花とヨガ瞑想っていうのを掛け合わせてるっていうところもね、結構一個差別化ポイントになってくるかなと思うんですけども、才能開花させたいっていうねすごいありますからね。2つ目のポイントを教えていただけますでしょうか。2つ目のポイントはストーリーズでフォロワーさんと関係を構築させていきたいっていうところです。ストーリーは1日どれぐらい上げられてますか。3から5ぐらいを入れていて、でその中にアンケートを入れたりっていう、さやかさんがストーリーアップしたらクリックしてもらうっていう、その習慣づけをね行っていくっていう、こういうストーリーとかはねさやかさん本日もちゃんと上げられていらっしゃると思うんですけど、あとは YouTube もね、はい、誘導したりとかまめにアップされていらっしゃいますね。今ってインスタから LINE ってどれぐらいリストを取れてますか。1日平均すると3人ぐらいですかね。すごいです。リストなかなか取れませんっていう人もね結構この動画見てる方多いと思うんですけども、リストを取るためにさやかさんがより意識してることもちょっとあれば教えていただきたいと思うんですけども、3日に1回 LINE 配信するんですけれども、うん、その日の前日ぐらい
らいに明日の LINE ではこの○○の秘訣を配信しますとか、ああそうですね、ストーリーズで告知してたりはします。例えばその20時の LINE の配信でこの内容について答えシェアするんで LINE 登録しといてねとか、そこにリンクも貼ってっていう。ノウハウなんですけど、今日の動画見てくださってる方はラッキーですね。ぜひ使ってみてください。僕もよくね、 LINE アット誘導するときは毎週ちょっと違った切り口のプレゼントをね、企画で用意するといいよっていうのはお伝えしてたりするんですけども、プレゼントじゃなくてもこういった内容のブログを LINE でシェアするんで登録しといてねとか、そういうのも全然できますよね。最後ちょっと3つ目のポイントを聞いていきたいなと思うんですけども、3つ目はインスタライブを週に1回行います。インスタライブってなんかコツとか、さやかさん意識してるポイントってどのあたりになりますでしょうか？インスタライブもストーリーズでもう前日から事前告知っていうのをやっていて、あとは集まってきた方々とコミュニケーションを取りたくて、どうですかって聞いたりコメントくださいって言って、参加をしたいなと思っていて、来てくださってるお客様と話しながらインスタライブを撮って、あとはためになるお話を入れてっていうふうにして、最後に LINE のお話もさせていただいてっていう発信してます。インスタライブって一番初っ端の始めの時って多分視聴者本当に3人とか2人の時あったと思うんですけども、あの時ってどうされてました？その時は普通にはあんまり見ないで、やるって決めたからもうやらないと何にも成功の道にはいけないと思って、視界に入らないようにしても画面に映ってる自分と、あと下の方のコメントとか、ただたまに飛んできたハートマークにすごく元気もらってありがとうございますっていう気持ちになって、そっちの方を強く意識していました。さやかさんもそうだし、今僕でさ一番最初インスタライブした時って本当に視聴者5人もいなかったですからね、YouTube ライブとか本当2人とかの時もあったし、でも本当にこれで喋ることがなかったら別にインスタライブって消せるんで、はいじゃあ今日はちょっとこれで眠いんでやめますって言って動画消すこともできるし、基本的に数字あまり気にせずに一人で動画撮ってる感じでいいか、とりあえず喋り続ける、質問がある程度来るようになったら質問をね元にして話を展開していけるんですけど、最初とにかく少なくても絶対その道みんな通ってるんで、2人でも3人でもとにかく15分で決めたら15分とりあえずやりきるっていう練習を積み重ねていくといいんじゃないかな。最後ですね、販売の動線とかも聞いていきたいんですけども、インスタから LINE に飛んで LINE から Zoom セミナーですか？そうです。 Zoom セミナーってどうやって集客されてますか？4月やる自分で決めて、日にちを決めないとなかなかもう Zoom セミナーの内容が全然出来上がらなかったので、 あとはもう告知してもうやるっていう状況に自分を追い込んで、でも全然うまくいかなくって、なかなかこの日希望したいですっていうお客様がいらっしゃらなくって、ああどうしようって思いながら何回も発信し続けて、学科でも相談させていただいて、プレゼントをつけたりとか、こういうタイトルの打ち出し方とか、お客様にお得感を感じさせるのも有効的ですよとか、人数を限定させて限定価を出したりとか、最後はお客様の好きなスケジュールで個別でセミナーやりますってやって、1対1の個別でみたいな感じでやったんですね。そうです。やっと4名様ぐらい集まっていただいてます。その後制約ベースでいうとどんな感じでしたでしょうか？本当ありがたいことに4名様も全員がお申し込みいただいて、今回の結果っていう形になりました。これがいわゆる制約率 100% の秘訣っていうね。素晴らしいですね。セミナーって1回やるときも1対多でやるときも大体7、8人以下が良くて、7、8人超えてくると大幅に制約率って下がってくるんですよね。僕とかが昔やったのが1対100でセミナー同時にやった時に1件も売れなかったんですよ。1対4とか1対3で、1対1がもちろん一番ねコミュニケーション深く取れるから成功率が高いっていうのはねあるんですけども、実は人数は少なければ少ない方がいいっていうのがセミナーセールスの結論としてあるんですけど、今回さやかさんが成約率 100% 達成できた要因、もしあればちょっと言える範囲で教えていただきたいと思うんですけども、 Zoom セミナーの準備のために何回も何回も佐野さんの講義録画を見返しして、大きくの順番っていうのがあって、この順番を守ればちゃんと成約につながるよっていうステップアップをしっかりと教えていただいたので、その順番で内容を何回も練り直して自分で想像しながらやってみたり、実際喋ってみて自分が客観的になりながらこれは響くかどうかとか考えて、お客様にもそれが終わった後にどんな未来が待ってるかっていう想像をするような未来のお話をしたりとか、今やらなかったらどうなるかっていう部分もお話ししたりとかっていうのは具体的に寄り添ってご案内していきました。セミナーって基本的に使い方が9割っていうね話があって、実際うちの学科とかのセミナーのテンプレートとかでも、高額商品だったとしても高い制約率でね販売をしていくためにどういう順番で話していくのか、セミナー開始5分前に取るべき行動とか、セミナー中にこれはやっちゃダメですよっていうね
注意点が何個かあるんですよね、はい、それを事前にお客さんに伝えておくだったりとか、はい、どのタイミングからクロージングに入っていいのかっていう商品パッケージとかね、いろいろな、ね、要素が全て絡み合ってってことだと思うんですけども、そこをねしっかりと復習していただいて、結果これだけ成約率がね出てるということで、今月以降のね成果報告もぜひ楽しみにしておりますのでお願いいたします。今回ねさやかさんにいろいろノウハウシェアいただいたんですけど、さやかさんのね LINE 公式アカウントもこちらも概要欄に貼っておきますので、こちらも登録していただくと、さやかさん LINE の配信もとても上手ですので、いろいろ勉強になる点もあると思いますし、プラス今回ね LINE 登録いただくと、こちらのね構造力、発想力、思考力が高まり、未来が全て思い通りにうまくいく全く新しいヨガ講座動画って、こちらもねプレゼントいただけるとのことですので、ぜひね勉強も兼ねて登録してチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。さやかさん本日はお時間いただきありがとうございましたありがとうございます。はい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や、 LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいて、プレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。